実現したのはなぜかということで、最大の理由といえばやはりご本人の気持ちが強かったと思います。原点に回帰するというのが実は今回のオバマさんの広島訪問だと思います。オバマさんは就任直後から、ぜひ広島に行きたいということをおっしゃってました。日本に来られたのが09年で、同じ年のそのプラハ演説で、プラハでやった演説でも核兵器なき世界を実現しなくちゃいけないと、そういうことをおっしゃってました。だから核軍縮というのはオバマさんにとって非常に重要なその安全保障とかね、外交上のテーマの一つだったんですね。それは今回実現したというふうに言えると思います。でここに行ったら、ただ簡単には広島に来ることはなかなか大統領できないというのは、国内にはやっぱりあの原爆投下正しかったんだという意見が根強いものですから、その被害を受けたところに行くと謝罪をしているというような受け取られる方をしかねないということで、いろいろ慎重な準備が長年にわたって両国の協力でなされてきました。ルースさんという大使が行ったりとかですね、あるいは高官が行ったりして、ようやく今回大統領が行くということにこぎつけたということです。やはりオバマさんが現地で被爆者の方々と話をされるか交流されるか、ここだと思います。で現地の関心もやっぱりそこが一番強いんだと思います。まあ、これをオバマさん側はどういうふうに受け止めるかだと思います。個人的には僕の想像ですけど、オバマさんも話したいという気持ちが強いんだと思います。ではこれが中身が公開でやれるのか、プライベートでやるのかということもあると思います。まあ、いずれにしてもこれから両国が、日米が詰めていく話なんだと思っています。